こんにちは、韓国ビーカーチニワテヒです。はい、今日はテヒさんのおすすめ5選の中のハイエナを見ました。はい、はい、めちゃめちゃ面白かったです。やろ、うん、面白かった面白かった、うん、チュジフンが私クンしか見てなくて、はいはいはい、クンのイメージの、まあ、あの時もスッキリした男前やったけど、でもあれやっぱり古い、そう若いからさ、うん、もうなんか20年ぐらい前じゃん。あれ初めて役者やった感じやね。そうやな、15年ぐらい前かな、うん、いやもっと前やと思う。じゃあ20年近く前か、うん、あ、まあそれ前かな、20年も経ってないよ。15、6、5年ぐらいかな。15、6年前やから、うん、まだまだ若かったし、うん、まあ役者としてはまだ成熟してないんやけども、うん、今回これ同一人物っていうぐらいすごくいい、かっこよかったよ、スタイリッシュで、うん、スタイルはいいなと思った、うんうん、だけどやっぱり見ててさ、うん、ドラマ展開も早いし、うんうん、いいなと思って面白いと思って見てたんやけど、うん、すごいなんか違和感があって、はいはい、分かる分かる。でその違和感が何なのかずっと分からずに、なんかちょっと気持ち悪い感じがするなと思ってんけど、うん、それはなキムヘスやね、悪いけど、うん、まあまあそれはしゃあないな、うん、なんかキムヘスいい女優やと思って、日本で言ったら昭和感がプンプン漂ってる感じやろそうそうそう、なんかそう平成でもなく、そうだからまあ、グンジャの役は、うんうん、ある意味ちょっと汚れ役やから、うんうん、いいんだけども、うんうん、年齢設定にすごく無理があるっていうか、私だからな、うんうん、キムヘスの年齢パッと調べて、はい、あのドラマの中ではユンヒジェの主役のユンヒジェの4歳上ぐらいになってたから41ぐらいだね、はいはい、でもなもうすでに今51やから、まあ、なちょっとなその、ユンヒジェが好きになるにはちょっと年間かな、だって実際の年齢は一回り離れてるからさ、うん、そうやな。いやそれであの人の演技ちょっと癖あるやん。まあな、でいろいろほら派遣の品格のさ、そう韓国版にも出ててさ、はいはいはい、面白かったけども、なんか独特の口調とか演技が、あ、まあ、ドラマをも面白くもさせてるんだけど、ちょっと癖強すぎたところはあるけど、そうそう、ただ彼女やからできたって部分もあるし、難しいな。そう難しいな。そうやったらユンヒデの役の人をもっと年上にせんとあかんわ、ね、そう、うん、うん、まあ、私はキムヘスじゃなくてもよかったなと思った。なんぼでも40くらいの綺麗な女優さんで演技派なんぼでもいけるからできるのになって思ったから、なんであそこでキムヘス使ったんかなっていう、イカゲームのイビョンホンの二の舞っていう感じがすごくして、でもこれな、私見てて思ったんやけど、なんだユンヒジェがチェジフン、チュジフン、チュジフンの所属ドラマ所属事務所がキーイーストって言って、はい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 、ヨン様の経営する事務所なんです、はい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 、でキーイーストのドラマやから、そうでキーイーストが作ったドラマやから、うん、なんかヨン様ここにまだまだいるっていうドラマね、やっぱりこのエンターテイナーの世界に言ったら表舞台に立たないけど、やっぱしっかりしたものを作ってるな、もちろん彼が一人で作ってるわけじゃないんだけど、なんかすごいそれで安心感があったというか、うん、うん、話の展開も全然無理なかったし、うん、無理があったのはだからキムヘスの年齢っていうかそう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 、まあ、だからな私な最初ななんで違和感あんねやろと思ってね、なんでかっていうと私面白いのにやろ、そう私の中ではキムヘスイコールもうチャンヒビンやねん、あー分かる、私もやねん、チャンヒビンでな、チャンヒビンのお兄さんの名前がヒジェやねん、はい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 、チャンヒジェやねん、だから何これ欠けてんの、どういうことって最初思ったんやけども、うんうんうん、まあドラマの流れがすごく良かったから、うん、まあまあそれは無視して、この違和感は私が勝手にもうキムヘスイコールチャンヒビンって思ってることかなと思ったんやけど、だんだんチュジフンがそのチョン・グンジャのことを好きになればなるほど、なんでめっちゃオバハンやし、あんたの方がお肌の張りいいよみたいなそれ言うたらあんたっぽいな、まあ、確かに。でも実は私もそのあの後にいろんなそのレビューをパッと見たら、うん、そのキムヘスがオバハンやみたいなことをな、かわいそうな書いてる人おるから、もうその辺はもうそっとしといたろうってちょっとあんまり見るとな、まあな思った、うん、そうやな、まあ酷評はしたくないけど、だけどまあ他の女優さんでもよかったんちゃうかなっていうのはある、まあね、でもまあ内容ももうさることながら、まあ内容もやけども、うん、ドラマの その出演者私結構好きで、あ、道路の義北、義北もすごい好きだし、ね、そう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 、うん、義北とあの豚の焼き豚が好きな金ぴょんな、そうそう、金弁護士、うん、もうすごい好きで、ぜひ食べたい、私もだからあれでもうすごいネットでさ、いやもうか豚の皮焼き食べに行きたいなって検索したよ、買ってき食べようかな、ね、うん、でそれであの人が36歳らしい、めちゃくちゃいい役者じゃない、あんなに若いのにあんな役できるってところが、ちょっとなんか岸辺一徳とかそっち系統でな、うんうん、でもすごい味出してたよね、だからやっぱり役者も揃ってたかな、うん、でやっぱソン&キムのね言ったら
代表もう待ち、もうね、出てこの人できたら絶対役やなって思ってしまうんだけども、ソン代表好きやね、私も好きやね、でもだから今回こそは最後までいい人でいてくださいって思ったけど、やっぱり悪いやつやったなみたいな。そうか、ソン代表出てきたらなんかドラマに安定感出るね。そうだね、あのおっちゃん出てきたら、まあまあね、そうやね、そうそうそう、ね、私な、だからな、ソン&キムのキム・ミンジュおるやん、はいはいはい、キム代表、あれがキムヘスでもよかったんちゃうと思うぐらい。ああ、でも年齢的には。出番少ないやん。もうええやん、別に。まあ、確かにな。確かにな。キム代表でもよかったな。そう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 。だってあの、キム代表あれやもん。あなたに似た人が、あの、ギャラリーのオーナーやもん。そうやな。あの人もめちゃくちゃ出てるよ、いろんな人が。そうそうそう。まだこの人やみたいな感じになっちゃうけどね。そうそうそう。でもまあ良かった、うん、あのスカッとした最後ね。そうやね、だからもう結局なんか最後はみんなでチュンに行くんちゃうかなっていうのはなんとなく分かっててんけど、ゾクゾクこう集まってきてさ、こうギヒョクもやっぱりさ、うん、今までもヒジェの陰に常に隠れてたからみんないなくなって、自分が S&K のこう言ったらトップに立ちたいっていう気持ちも分からなくもなかった。だからあれが多分あのエクサさんじゃなかったら、うん、もっと腹立ってたけど、ギヨクやったから、ギヨクやったから、まあなんかこう、そんなこともあるよね人間っていう。そうそう、そこな人よね。で、そうそう、新ユミも良かったやん、自分が居やすいところにおった方がいいよ言うて、うんうんうん、なほんまやな、うんうん、言ってくれたからな、うんうん、そうやねん、そうハイエナすごく良かったですでしょ、ね、私もだから友達に勧めたら面白いってやっぱ言ってくれるし、とにかくハイエナは良かった。そうやね、弁護士事務所の話の中でもなんかちょっと変わってたよね、そうそうそう、なんかこうあの展開の仕方が面白くって、うん、でも何よりもあのチュジフンがもう超かっこよかった、かっこよかった、もうファンになったもんこれで。なんか青のピアニストとかちょっと影のある役とかも前ドラマ出ててさ、はいはい、まあかっこいいんやろうけど暗すぎてさ、それも役がやっぱりちょっとあの言ったらサラ・ブレッドってとこはすごくいいと思うし、うんうん、似合ってるし、うんうん、サラ・ブレッドとしてので、まあ、生い立ちで、まあまあスーパー弁護士、うん、であのスタイル、うん、で展開も面白い、うん、もう言うことないぐらいの彼の作品だったなと思って、はい、もう大ファンになりました。はい、いいと思います。うん、じゃあもうハイエナね、おすすめ映画でドラマね、うん、おすすめ映画じゃないドラマで、まあ、あの点数も高いと思います。私は95点ぐらい。あ、私も95はつけるかなね、うん、はい、ということで、ハイエナのレビューは終わりたいと思います。アンニョーン、アンニョーン。